ちゃん、俺も働くよ。家に少しでもお金を入れるためにタイル張りのバイトを始める。しかしタイル屋の親方は博打好きで、時々ヤクザと揉めていた。親方、今月の給料まだなんですけど。生意気言うな、半人前のくせに。雇ってやるだけありがたくもめえ。理不尽な大人の理屈は純粋な少年の心を乱した。うー、どうしたの亮、無理しているんじゃない？お前は真面目だから。大学卒業間際、人のあるべき道と現実との矛盾に悩み始める。ふっふっふっ、大人って汚えだろ。真面目に論語なんか読んでるお前はバカだ。やめろ。若き香川の中にささやく声があった。いや、やめろ。誰も信用するな。世の中、正しいことばかりじゃないんだぞ。うるさい。うわあ。気候が目立ち、日に日に悪化していった。香川に救った悪魔はすでにコントロールできない状態になっていた。精神分裂病ですな。しかし精神科のクリニックで出された薬に反発して一切飲まなかった。当然精神病は悪化し、日常生活ができなくなっていた。もう入院しかありませんね。母ちゃん。よう。階段を登った先に鉄の扉があった。俺はもうここから出られないんだ。